おお。どうも、テイラグレです。ミンゴルプロツアー5対戦やっていきたいと思います。その前にちょっとプレゼントを結構もらってたので開封しようかなと思います。アイテムボックス。うん、ハロウィンラッキーボックス1と2ですね。開けていきましょう。1の方、いくらだろう。600円か、600コインか。うん、続いていこう。続いて開けていこう。ハロウィンラッキーボックス2ですね。はい。ウェアガチャですね。ウェアガチャ。続いて、これもウェアガチャ。で、次が、はい、ウェアガチャですね。で、4つ目ですね。はい、ウェアガチャ。で、5つ目と。はい、ウェアガチャでした。じゃあ、ウェアガチャ受け取りましょう。はい、5つ受け取りました。じゃあ、もうガチャしよっかな。ガチャしていきましょう。まあ、ハロウィンピックアップ。こちらの、ギアの方見ようかな。トリックアトリートクラブ。スキルはチョーパーのラージインパクト。ホーンテッドパワー。はい。ウェアガチャの方。チケット5枚あるんで、今から5回ガチャやっていこうかなと思います。まあ、4セット目、3セット目の鈴と、何ですかね、猫の手ですかね。こちら当たるようだったら、うん、まあ猫の手が先だね。猫の手がまず欲しい。で、運よく鈴も出るっていう状態になれば、2回10連すればいいわけですから、その時点でちょっとフル装備整えようかなと思います。とりあえず引いていきましょう。おっと、いいですね。じゃあちょっと引っ張りますか。ちょっと待ってよ。どうかな。ロングブーツ。ロングブーツ当たりました。引き続き、あ、ロングブーツで終わりかな。スカート&タイツ。ロックカットスニーカー、シルバーランク、終わり。ただロングブーツが手に入ったのはいいかな。うん。まあ、12万ほどあるので、10回プレイを4回連続でやることは可能なんですけど、そうなんだよ。パワーが50アップするのってすごい魅力なんですけど、あとインパクトも。これちょっと待ちましょう。まあ10月31枚なんで、まあもうちょっと待てばいろんな考えが出ると思うので、とりあえず、うん。はい。やめにします。とりあえず、クローゼット行って、ロングブーツを見ますか。ロングブーツ。あ、いいですね。風読みだけ。うわー風読みだけ。はあ、わかった。わかったよ。これ、これ外式か。風読みだけかい。
キャディの方にしときます。うん。ドン。これかな。ロングブーツあんまりどうだろう。なんかあるかな。合う。これ合うみたい。これ合う。うん。ロングブーツなんかちょっと違うな。なんと合うかな。うん。まあとりあえずこれでいいですか。はい。では、ツアーでゴルフ、そうですね、5回戦やっていきましょう。こっから先はイケボでイケボでちょっと収録してみようかなと思います。まあ意識的にイケボで、実況していこうかなと思ってます。イケボじゃなかったらすいません。はい、これ需要があるかどうかは今後ちょっと反応見て決めようかなと思ってます。じゃあ行きましょう。プロツアー第1回戦、誰にしようかな。対戦相手の方、たくみさんとたまさん。たくみ男性かな。たくみ、たま、さあ、一発目からですね。おー、ここはチャンスじゃないんです。ここですね、こうですね。はい。オッケー。ナイスショット。うわあ。イケボという風。いいですね。やっぱり最初のショットは。さあ、行きましょう。低反発。安定かもしれない。これは危険な賭けですね。この代償はどう出る。ナイスショット。ああ、うまくいきましたね。ただどうだろうな。セミラフか。ここからどうやっていくかですけど、直接狙うのもありかな。どうだろう、狙ってもいいか。初戦だし。初戦。ナイスショ
まあこの感じでいいところまで転がってくれ、頼む。 OK。 いやーこれはやっぱり出すべきかな。うん、相手は縁ですよね、おそらく。縁狙いだと思います。縁狙いじゃないと勝てないかなと。うん、略奪か。負けかなこれで。初戦は負けですかね。どうでしょう。ナイスショット。ナイスショット。初戦は負けました。はい。よし。イーグルチャンスだ。おお。わあ、イーグル。まあやり方は間違いないかなと。悔しい。思います。はい、今日も頑張りましょう。お、センスが来た。今日も頑張りましょう。ちょっとクラブ学習します。1.6m、 230上がると。これはちょっと嬉しいですね。はい、では2回戦目今いっぱいです。誰にしようかな。連敗は避けたい。うん、はい。対戦相手の方、ターさんプロで、人妻のレイコさんと。レッツゴー。まあ多分男性だと思います。パー5先かな。行きましょう。 14m。 あー、ちょっと試したいな。超パワー届くかどうか、届かないと。んー、じゃあいいや。チャンショに変えるんじゃなくてこれだな。でここでよしと。うん、ナイスショット。あー、そっか、ここで。いいですね。もうちょっと攻めてもよかったのかな。さあ始めましょう。あら、今ちょっと打ち方を変えてるんで、うん、いい、一番いいポイントの取り方を探してるところです。いけるか。相手の方が後ですね、これは。自分が先に打つと。よし、うん、それではチャンスでにしといて、場所はどこだ今。ここか、真ん中ですね。ど
ちかっていうと、左かな。下がってるな。ここの辺かな。よし、適当に打っていこうかなと。OK。どう転がるんだろう。よし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 。うん、ベスト。あら、相手はどこに落とすか。相手の方が先打ちってことですね。ナイスショット。この感じだと、うん、後期。あら、うん、なんかコツがあるんだろうな。ナイスショット。頼むぞ。じゃあグーグルやるわね。あ、コツがあるんだろうな。こういうことかな。ナイスショット。ただ負けかなこれは。いや、結構自分は頑張ったと思いますよ。うん、頑張ったけど負け。ナイスショット。多分今までで一番効率的な勝負をしたんじゃないかなと思います、うん、結果負けならしょうがない。これはしょうがない、うん、悔しい。相手が強かった。そうですね、今日も頑張りましょう。今連敗中ですね。で、3回戦目、3戦目ですね、うん、対戦相手の方パルプンテさんで、綾乃さん。レッツゴー。男性かな。男性ですよね多分。パーフォー。うん、さあ、これは後打ちか。あ、よろしく来た。よろしく、よろしく出しましょう。祝砲から入ると。ちょっとあのピンの位置を確認しようかなと思います。さあ、行きましょう。ピンそこか。ってことはあんまり考えなくてもいいかな。そうですね、勝ちのセオリーを刻んでいこうかなと思います。え、オッケー。
けるかな。おー、前は行くか。もうちょい、この辺で、チャンス。うん。どう？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。うわあ。いいですね。ここで狙ってくるのかな。ここで狙う可能性もあるな。狙うでしょ。あ、来た。これじゃね。で、ぴったりだったら入っちゃうみたいな。これ第3戦目ですよ。外したか。ドンマイ出しておきましょう。これでいいと。あ、違った。武士道忘れた。武士道はい、OK。 やっと勝ったって感じですね。いや、これはミンゴルの闇がやってきたな。相手プレイヤーがリタイアしました。相手プレイヤーも、もう分かってるんですよね。あの距離から入れることができるよと。方法があるんですよ。そうですね。それを自分もやっていかないと勝てないということですよね。むちゃくちゃだよな。第4戦目、今1勝2敗です。やっていきましょう。誰にしようかな。対戦相手の方、アルさん、ユーナ。なんか女性っぽいですね。女性プレイヤーかもしれません。パーフォー。ああ、ここか。雨か。始めます。で、風か。二打目で沈めるね。373。なるほど。1打2打3打か。霊峰。ナイスショットです。どうだ、どうしよっかな。いいですね。ここは勝負に出た方がいいかな。いや、でもセオリー通りに行った方がいいかな。このまま行くと、うまくいかないと思うんですよ。
だからといってこれもどうかなと思うんだよね。うん、だからやめよう。相手と同じように振る舞う。まあ、安定の択この辺か。よし、オッケー。ナイスショット。それでもって相手よりも前に行くとか。うわ、うん、それでなんとかなるかな。止まってくれ、止まってくれ、頼むから。よし、うん、いいですね。相手に先に打たせると。どう打ってくるかな。相手がどう打つかによって。ああ、直接狙うか。あー、そっか。直接狙うなら自分もそうしないといけないってことだな。うん、もうこっから先は入れるか入れないかの勝負になるのか。お、外した。そしたら、はあ、手前につけて勝つんじゃないかな。ああ、ダメか。全部ダメだ。大丈夫かな。手前につけて勝つできるかな。嫌な予感しかしないな。ナイスショット。よし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 。あー、疲れた。もうほんと疲れる。で、武士とどれも、あー、これは来るか。いやいやいや、パッドじゃないな。パッドではない。全部ダメだもんな。うん、全部ダメだ。残り30秒。はい、大丈夫かな。残り12秒しかない。もう打つしかない。ナイスショット。ああ、よかった、決まった。あー、疲れる。うん、よかったよかった。うん、そうですね、これはあの相手に先に打たせて、こちら側が有利に立つっていう、すごくうまくいったケースですね。よかったです。バディチャンスです。よし、すごいバディです。よっ、いい感じ。やったー。いやー、よっ、勝ちました。これは実力ですね。うん、実力で勝てました。よかったです。はい、では最終戦第5戦やっていきたいと思います。そうですね、イケボで話すと言ったんですけど、あれは嘘です。誰にしようかな。うん、うん、第5戦やっていきましょう。もこちゃん、あきちゃん、どっちだろうな。男性じゃないか、女性かもしれないな。うん、パリスロ。そうですね、どっちかな。自分からか。届かないな。
届かないけど打っちゃっていいか。届かないけど打とう。最終戦なんでちょっと違うことをもうしてみようかなと思います。フェアウェイに乗れ、フェアウェイに乗れ、フェアウェイに乗れ、頼む、フェアウェイに乗ってくれ、止まってくれ、 OK。 いいですね。30.5 ヤードなら、まあ、ワンチャン狙えるかな。狙ってもいいかな。相手の祝砲が、まあ、自分よりも届かないということなら、まあ、まだこっちが優位に立てるかもしれない。どう？いいですね。当然。今のところはイーブンと。ここで相手が何を打ってくるか。直接狙いますかね、これは。この感じでいくと直接狙うと。伸ばした。なんで伸ばした。残り時間ないんだけど、なんとかする気があるのか。おお、15秒だぞ。大丈夫か、間に合うのか。10秒だぞ、間に合うのか。おい、マジか。5秒、4、3、2、1。1秒。ナイスショット。おお、すげえ。決めた。残り1秒で決めた。1.25。ああ、すげえな。これは参ったな。強い。どう？これを、これに勝つにはチャンスでしかないんだよな。多分チャンスショットするしかないんだな。で、そんなないもんね。これしかないもんね。まあ、ダメだ。負けました。これは勝てない。どうやったらよかったのかな。いや、これはどうやっても勝てない。諦めるしかない。強かった。ただ今日全員強かったな。2勝3敗ですね。これもう一戦やるかっていうところなんですけど、心が折れたので今日はもうやりません。はい。もうちょっと腕を磨いて出直してこようかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。今日の動画、面白かったら高評価お願いします。チャンネル登録は別にいいです。はい。いや、よくはないけど別にいいです。次回もまた見てください。失礼します。